はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週のテーマはですね、表現できる場所というテーマで喋っていきます。でまず本題に入る前に、昨日のサタデーステーションをご覧いただいた方ありがとうございました。実はですね、今サタデーステーションが終わって、生放送ね終わってホテルに帰ってきて撮っております。なのでちょっとね声が若干ね出しにくい感じなんで、その咳払いがじゃあ少しね増えるかもしれないんですが、ごめんなさい、ちょっと許してください。で今日はですね、そのサタデーステーションのテレビの生放送の前に一個お仕事がありまして、それが東京のあるね、演劇団体ですかね、演劇学生中高生かながこう演劇をするっていう、もちろん指導するねちゃんとした方がいらっしゃるんですけども、そこの、講演会というかを見に行って、でそのアフタートークっていうトークセッションみたいな、でその出演者の方たちと話をしたりとか、見に来てくださったお客様の、質問相談に答えていくみたいなのがあったんですね。でそれをやってきて、で演劇を見てきたんですよ。50分ぐらいかな。でテーマがヤングケアラーのテーマで、でそれを見てきたんですが、すごく良かったんですよ。すごく良かった。なんか普通にその後アフタートークあるから我慢しましたけど、あれ何もなかったら多分普通に泣いてましたね。もう込み上げるものがあって、でそのアフタートークの時にね、ヤングケアラーの関連する話とかもいろいろあったんですが、その中で一つそこのね皆さんにも伝えたことがあるんですけど、表現できるものがあるってすごく素敵なことなんですよっていう話をしました。というのは、私学生時代にすごくコンプレックスを感じてたことがあって、コンプレックスというか羨ましいなって思ってたことがあるんですけど、それが自分を表現するものがなかったんですよね。いや本当は探せばあったんでしょうけど、なんかスポーツが得意、スポーツをするっていうのも一種の自分を表現する場所だと思うんです。あとは分かりやすいところで言うと、絵を描くとか自分の内面を何かの芸術作品として絵に描いたり音楽を作ったりって、まあ、本を書くっていうのもあると思うんですよね。でそういったものが何一つなかったんです。で今回その演劇のね団体の所属している子たちの中には、これは代表の方が言ってたんですけども、学校に行けてない子もいると、でもそういった当時ね、自分が中学の時を思い出すと、塞ぎ込んでしまっていたあの時期に、この演劇という何か演じるっていうものを通して自分を表現するっていうことが、なんか私はすごくキラキラして見えたんですよね。であとそれに加えて、やっぱり一生懸命やってる姿っていうのは改めて人の心を動かすなっていうのをすごくすごく感じました。昔の話になってしまうんですが、私が塾講師をやってた時にですね、私自分の生徒の体育祭とかに応援に行くのが好きで、予定があったらよく行ってたんですよ。で普段ねちょっとやんちゃな生徒多かったから、うちの担当はで行って、でもすごい必死に、例えばさリレーとか走ってるんですよね。私それだけで泣いてましたからねでも一心不乱に努力をする姿、その努力をするまでにはいろんな葛藤とかがあるわけ、多分ね今回の演劇もそうですけど、そこまでにはものすごい練習をしていて、で始まる前のもうちょっとこうで挨拶をさせてもらってたので、すごく緊張した表情とかも見てたから、なんかその演じてる後ろにものすごいこう努力の時間と葛藤、悩み、自分を鼓舞する気持ちとか、なんかいろんなものが見えて、やっぱり本気っていうのは必ずとは言わないですけど伝わるよなって。だからこそ改めて自分の話にちょっと置き換えてしまって申し訳ないんですが、私 YouTube の動画撮ってる時に本当常に本気なんですよね。なんかずっとまっすぐ直球の球しか投げられないまあそういった意味ではちょっと不器用なのかもしれないんですが、でもこれからもそのスタイルは変えたくないな、変えることはできない気がしますけど、だから変化球を投げられないからね、なかなかこう、見てもらえる人をねこう増やせてないのかもしれない、そこはねそうかもしれないけど、でも自分がこう投げることができる不器用な直球の球だからこそ、
届く子がいる、受け取ってくれる、キャッチしてくれる子がいるんだよなって、そうだよねって、いつもは投げてる方だから、久々にこう受け取る側だったからさ、今日はすごくそれを思いました。もしかしたらね、なんか動画使ってるって言ってくれた方もいたから、もしかしたらこのねラジオ聞いてくれてる方もいるかもしれないんですけど、これからねいろんなことに興味関心を持っていくし、もしかしたら演劇を離れる方もいらっしゃるでしょう。でもそれでいいんです。でもこの演劇をやってた時間もそうだし、ここまで歩んできたものっていうものをすごく大事にしてください。今日で、2チームあって、1チームの演劇しか見ることができなかったんだけども、ものすごくキラキラしてたよ。すんげえかっこよかった。だからなんかその今の自分、いろんな葛藤とか悩みとかが、ね、あると思うけれども、それを踏まえた上で、すげえ私かっこいいんだよ、すげえ俺かっこいいんだってってハイチ言ってたからそうね、受け取ってくれると嬉しい。そしてそれ以外にもね、聞いてくださってる皆さんも、一生懸命打ち込めるものがまだ見つかってない方もいるでしょう。俺もそうだったし、ただそれはいつか見つかった時には、やっぱり普段からなんだろうな、勉強とか例えばやりたくないことに関しても、ある程度自分に折り合いをつけて、自分の気持ちをこうセットして、マインドセットをして一生懸命やっていくっていうことが、で積み重ねることができている方っていうのは、いざ見つかった時の初速、最初の速さが全く違うのよ。だからね、頑張っていこう、お互いに。俺もこの先ね、俺の人生がどうなるかなんてわからないし、ね、不安がないって言ったら嘘になる、いや正直言うと不安はいっぱいあるよ、ある。でも自分ができること、一生懸命動画を撮っていくことっていうのは、これからも変わらずやっていくので、時にはね、暑苦しいって思うこともあるかもしれないんだけど、受け取りたいって思った時にぜひ受け取ってやって、俺の直球の球なんか頑張って投げるね、って思った。でも、あとそうこれ長くなっちゃったけど、最後にその頑張る時にはやっぱり楽しむって気持ちは忘れちゃいかん、って思ったね。すごいやっぱり、みんながみんなそうじゃないかもしれないけど、楽しみながら演じてる、演じるって楽しいよねっていうのをこうやっぱり溢れてた方もいらっしゃって、なんか楽しむ気持ちっていうのは、何かいろんなものを超えていくためのやっぱり原動力になっていくよなっていうのは改めて感じました。人生楽しんでいこうぜっていう話はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何かね喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それじゃ明日からね、また1週間始まりますが、春休みか、言うてもまあでもね、明日から仕事がね、始まる方もいらっしゃいますので、また1週間お互いね、頑張っていきましょう。皆さんのね、1週間が良き1週間になることを心より願っております。それではまた来週お会いできたらと思います。それじゃまたね、バイバイ。